皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はですね、ちょっとアングルを変えてみました。後ろにいろいろごちゃごちゃ映るのが嫌だったので、ということで今日の動画なんですけども、何をやるかと言いますと、こちらの本ですね、はい、The All American Drama、 28種類のルーディメンツを織り込んだ150種類のソロが載っている本であります。で、こちらの中にあるですね、2種類のストローク、5ストロークロールと7ストロークロールなんですけれども、楽譜でこのような形でポンと出てくることが多いかと思います。この2種類の演奏の仕方というのを今日は解説していきたいなと思うんです。ではまず早速1種類目、5ストロークロールの方からやっていこうと思います。で、こういったロールを分かりやすくするためには、まずそのロールの部分を取り除いて、シンプルな音符の形で考えてあげるといいです。ではメトロノームをつけてやっていきましょう。で、まずはそのロールの部分を取り除くと、8分音符でタンタンで、両方とも右手で2打目にアクセントがついてこのような形になります。3、4、こうですね。では次にこれをこのように変えます。タンタンタン、3、4、タンタンタン、3、4、テテテ、16分音符2個と8分音符1個、タンタンタンという形です。で、それぞれ最初のタンタン、右左をここをダブルにします。タッ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 タですね。さっきやったのはタンタンタンで、これの最初の2打をそれぞれダブルにします。3、4、テテテテ、3、4、テテテテ、3、4、というような具合です。手順が反対になっても同じになります。左からスタートする場合はタンタン、まず最初これですね、これをやってもらって、次間に右手を1個入れます。タッタッタン、3、4、タッタッタンで、最後これをダブルにします。3、4、このような形になっています。では7の方、7ストロークロールの方行ってみましょう。で、7ストロークロールなんですけども、さっきの5と違いまして、右手からスタートした場合は左手で終わるようになります。まずそのロールを抜くとこのような感じです。3、4、タンタン、右から左手、タンタンという風になります。ではここに音符を入れていくんですけれども、さっき5ストロークロールではタンタンタン、16分音符2つプラス8分音符でした。ただ今回は16分音符のトリプレット、3連符ですね、入れてタタタタンっていう形にします。3、4、トゥ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 ン、3、4、トゥ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 ン、3、4、トゥ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 ンっていうような、このような形です。なんかミトコンを見て、ドゥッドゥドゥドゥッドゥドゥドゥッっていうようなリズムなんですね。で、この最初の3打、タッタッタ、ここをやっぱりダブルにするんです。タッタッタタンだった最初の3打を、ちょっと早いですね。トゥルルラ、3、4、トゥルルラ、3、4。そうすると、最初の3打がダブルになって6打、タタッ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 タ、で、最後に1打アクセントがついて合計7打、セブンストローク、セブンストロークロールになります。反対側でも一緒です。左手からスタートする場合は、左、右。最初この8分音符からスタートして、次、ここを3打にします。タタタタン、3、4、タタタタン。で、最後これはダブリングします。3、4、3、4、3、4、3、4というような形です。どちらにも言えることなんですけども、大切なこととしてはこの8分音符タンタン、これをしっかり守ってあげることですね。で、最初の音符を4つにするか6個にするかの違いです。両方ともこの2個目のアクセントのタイミングは同じです。5ストロークのタタタタタンにしても、セブンストロークロールのこれにしても、両方ともアクセントのタイミングは一緒。その前に4打入れるか6打入れるかの違い。で、その4打6打をしっかり音符を分割して正確に入れられるようにしましょうということが大切になってきますということで、今日はこのオールアメリカンドラマーの中に出てくる
5ストロークロール、7ストロークロール、あと他にも7ストロークロールの形はあるんですけれども、とりあえず最初の方に出てくる5ストロークロール、7ストロークロール解説してみました。これまだ私11までしか行ってません、100文字まで頑張ってやりたいなと思ってます。ぜひこのね、ステイホームの期間中、このテキストをお持ちの方は最初からゆっくりチャレンジしてみてください。もしこの動画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。